今日は花崗山の日体寺へやってきました。ちょうど弘法祭が開かれているということで、それも、初めて見てみます。色が渋いから、ガチマヤコフスキーさんがお好きな、古いポストです。今日は弘法祭に、遭遇しました。休養生活をしてから、自宅でずっとこもってましたけれども、久々に外へ出てきました。今日は弘法祭だったです。ポカポカ暖かいですが、気温は寒いそうです。